魔球？ええ、いわば見えない魔球ね。見えないのにちゃんとキャッチャーのミットには収まっているんです。アメージン！アメリカでもそんな魔球は聞いたことがありません。まるで忍者ボールですね。だから岩崎さんは見えないんだって言ったのね。こんな非常識な魔球、同じピッチャーとして自信を失うのも無理はないわ。見えない魔球か。それでも人の投げるものである以上必ず攻略方法はあるわ。なんとかしてそれを考えるから、みんな選手権を守ってちょうだい。ええ。でもアースヤ球団はさすがに浅香中学を下したチーム。1回の裏はあっという間に満塁になってしまい、打席には4番バッターが。君がキャッチャーだったのか。意外でしたか。いや、ただ君はその僕の初恋の。え？あ、いや、なんでもない。さあ、僕のこの打席で同点にさせてもらおう。そんなに簡単にはいきませんよ。魔球を持っているのはあなたたちだけではないんですから。仮にも僕はアースの花と呼ばれた打者だ。どんな魔球だろうと攻略してみせるよ。来たまえ！アキコさん、あれを使うわ。え、よくってよ。え、この揺れる魔球は私にもアキコさんにも軌道が読めない。だからこの人にも。この軌道、まさかナックル。しかし全国から選抜されたアースヤ球団の、それも4番を務めるこの花笠ミチルには通用しない。ボールの軌道全てにバットの軌道を合わせるこの日だ。バットが何本にも見える。ペガサス流星打法。またつまらぬ球を打ってしまった。そんな、ホームラン。アンナ先生、同点に。ノリコ、相手は全国から選び抜かれた選手を集めたアースヤ球団ですよ。苦戦することは想定内です。今は彼女たちを信じましょう。アキコさん。あら、小梅さん、なんてお顔。私にはまだ落ちる魔球がありますのよ。アキコさんの言葉通り、続くバッターは三者凡退。再び私たちの攻撃に。でも相手ピッチャーの魔球には手も足も出ず。バッターアウト。ダメだわ、やっぱり見えない。あのね、一つだけ気になることがあるんだけど。何ですの？気のせいかもしれないんだけど、投球の仕方前と変わっている気がするの。投球の仕方？うん。今は玉木の打席ですね。全員ピッチャーに注目。ストライク、バッターアウト。すまない、ついあのピッチャーの高く上げた足に惑わされて。あ、え、何何それよ、足よ。投球の仕方が右足を高く上げるものに変わってからボールが見えなくなった気がする。え、読めたわ、そこに魔球の秘密があるのね。おお、大有さん、さすがは新聞部ですわね。よく観察なさっていますわ。それで川島さん、その秘密とやらは。そんなにすぐ見当がつくわけないでしょ。ということで、ともえさん。わかったわ、私が秘密を見破ればいいのね。誰もあなたにそんな高度なことを期待していないわ。今度の打席はバットを振っちゃダメよ。ええー、いい、ダメよ。私たちはここからピッチャーの投球方法を観察するから、余計なことは一切しないでね。わかったわよ。お姉様、寂しそうなお背中。これも作戦のうちなんだし、巴先輩も分かっていらっしゃるわよ。さあ、打席に着いたわ。投げるわよ。足が埋まったわ、魔球が来る。ああ、ひどい風。ああ、え、俺が取る。アウト、スリーアウト、チェンジ。振るなって言ったでしょ。甘つさえアウトになっちゃうし。だって打てそうだったんだもん。え、打てそう。川島さん、それって巴さん、まさかボールが見えていたの？うん、
普通のボールだったわ。だから打ったの。ピッチャーの右足は高く上がっていましたわよね。ええ、真上までね。よくあの姿勢で立っていられると感心して眺めていたからな。間違いない。では結局どういうことなんでしょうか。足は関係ないか、それとも何かの理由で魔球が失敗したかということね、川島さん。そうね、そのどちらかの可能性は高いわね。でもまだ確証がない。こうして2回表の大加害の攻撃は無得点に終わりました。そして急に吹き始めた強風の中、回は進み4対4で迎えた5回表。意外なことに3回の表と4回の表、アース野球団のピッチャーは魔球を投げてきませんでした。それでも巧みな配球にお互い0得点が続いていたのです。風やんだわね。これならボールも変に曲がらないし打てるかも。相手もなぜだかあの魔球を投げてこないから、今が好機よ。期待してるわよ、静香。ブレイク。さあ来なさい。ほわっ、ストライク。見えない。目に砂が。うん、しまった。見える。これなら任せてくれ。一球目は見えなかったのに二球目は見えたわ。どういうことなの。こちらから見ていた限りでは投げ方は一球目も二球目も同じでした、静香お姉様。なるほどね、だんだん読めてきたわ。本当ですの、川島さん。多分ね。2回、3回、4回、それに5回の今の打席、それに共通しているものは。おお、ノエ素晴らしい着眼点です。風ね。そう、風。今度のバッターは小梅さんよね。打席に入ったらお願いしたいことがあるの。何？ちょっとした心理戦よ。映画に出演したあなたにならできるわ。その話題は。銀幕に映った鈴川さん素敵だったな。ともかくこれが相手を打ち崩すきっかけになるかもしれないわ。